大変だ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 。ドラゴンボールセットカカロットが出たぞー。画面の前の皆さん、どうもゆうきです。やや実写動画第2弾でございます。よろしくお願いいたします。味を占めたのかと思われると思いますが、そうではございません。幅が広がったと思っていただければありがたいです。はい。ですね、前回あのプレゼントの方のね、あの誕生日プレゼントのお礼動画としてこのやや実写動画があったんですが、今回ちょっともうね、もうすでに曇ってるんですよ、ここが。で、今日は、ドラゴンボール Z カカロット置いといて、こちらを買いました。じゃん、 PS4 背面ボタンですね。これね、公式から16日かな、1月の16日に出たばっかで予約して買ってきました。なのでね、今日はね、これのレビューをちょっとやっていきたいと思います。まあ、こういう関連のねレビュー系はまあタイミングがあったらやっていこうかなとは思ってますね。それじゃあちょっとまあ箱の大きさから、箱の大きさ、これ、ね、意外とちっちゃいんですよ。で、どれぐらいかというと、モンスターエナジーがありますね。まあ、こんな感じ、モンスターエナジーの缶と比べるとこんな感じかな、わかりやすいよね。はい、こんな感じです。そんなに大きくないですね。はい。ちょっと中身を出していきましょう。はい。でね、実際先に言わさせていただくと、僕、ゲーム実況みたいなのを普段やってますので、こういう動画の方が珍しいです。それだけご了承ください。でね、箱を今開けました。で、まあ、何が入ってたかというと、今もう空ですね。はい。空で、まあ、取り扱いの説明書。もうちっちゃいですね。もうこれだけで、まあ、収まってるんでしょうね。こんな感じ？ああ、なんかリセットのやり方とか、いろいろ書いてありますね。電源が下の方に入ってるんですね。なるほど。電源はどうやら、下の方についてる。で、そう、その、実際本体なんだけど、これね、びっくりしました、マジで。何をびっくりしたかっていうと、めっちゃちっちゃい。めちゃくちゃちっちゃいんですよ、これ。見て。ちょっと見てると分かりづらいから、ちょっと待ってね。まあ、モンスターエナジー、モンスターエナジーどんだけ、モンスターエナジーと比較してもこの大きさ。ね。でね、コントローラーと比較しても、まあ、コントローラーよりだいぶ、まあ、タッチパネルと同じではない、同じではない。で、まあ、問題、その重さですよね、重さ。重さはね、もうめちゃくちゃ軽いです。これはもうめちゃくちゃ軽い。本当に。ちょっとまっすぐ見たいんでね。めちゃくちゃ軽いですね、本当に。なんだろう。この軽さ、どっかで見たことあるな。どっかで体感したことある軽さですね。これはね、ハムスターですね。ハムスターの軽さ。これマジで。マジでハムスターと同じ軽さです、多分。ハムスターにもいろいろいるけど。ハムスターと同じぐらいですね。本当にそれぐらい軽いです。はい。で、まあ、あとは漢字のボタンですよね。これ、ね、ボタンに驚いたんですけど、わかる？ちょっとパクパクしてるでしょ。ちょっとだけほら。ちょっとパクパクしてるよね。多分ね、これで押せてる。だから、非常にこのクリックというか、このボタンを押すスイッチに対しての力はいらないですね。もう、多分なんかね、なんだろう、すごい緩くなったカスタネットみたいなぐらいの、もう軽さ。もうバカになっちゃったカスタネットみたいな。ほんとそんな感じですね。ね。で、まあこれをコントローラーにつけていくと。で、コントローラーに下にこう刺すんですけど、こうですね。これがあって、まあ、この下に刺しますけど、ちょっと見えないですよね。ここですね。刺すと。カチッと音しましたね。すごい簡単に取り付けていきます。で、この下にちゃんと穴開いてるんで、こっから、まあ、ヘッドセットとか、まあ、イヤホンなんかは接続できるみたいです。はい。で、あとね、もう一個驚いたのが、意外とね、ビタ付けじゃないっていう。こ
ここに隙間がありますね。ちょっと浮いてんだよね。浮いてることによって、多分ここのボタンが、指が届いて押しやすくなってますね。まあ、薬指で多分押すんだよな、これな。こう支えるわけだから、薬指でこう押していくんでしょうね。中指だとちょっと変だもんね。人差し指が長くないとこれ届かないくなっちゃうんで、多分、小指？いや、薬指だよね。だからね、ちょっと薬指の慣れがちょっと必要かもしれないですね。ここだけ。ただ、その薬指で押す分、そんなに力がいらない。っていうのは間違いないんですが、見た今の。見た。あのね、ゲーム中に、あれ？めちゃくちゃ力入れると、もしかしたら今みたいにスコって取れるかもしれない。これはね、間違いないですね。多分。だからすごい熱くなる人は、ちょっとあれ入るんだ。あ、入った。ちょっとね、熱くなる人はね、もしかしたら、このね、中指で、押しちゃって取れる。これマジあるかもしれない。だここはね、もしかしたら、ゲーム中にめちゃくちゃ熱くなる人は、一回様子見てもいいんじゃないかなと思ったけど、でも、よく見たら、これ違うんだよね。これもしかしてさ、え？あ！すいません。めっちゃ奥まで入りました。めっちゃ奥まで入りましたわ、これ。めちゃくちゃ押しやすい、これ。これめちゃくちゃ押しやすい。わかった。これ、ちゃんと、説明見ないとわかんないと思うけど、ちょっと説明しとくわ。これね、なんで俺がこれに陥ったかは説明します。ちゃんと。ここの部分あるでしょ。これ。これがね、動く、こうやって。ね。で、今俺、これ、この状態で刺してたのね。だから緩かった。だからちょっと浮きが出てて、俺最初浮きが出てるから押しやすいのかと思ったけど、多分ね、これがね、この状態を縦にして入れる。まあ、縦になるんだろうね、普通に入れていくとね。こうすると、非常に深くまで入るので、入りましたね。めちゃくちゃ押しやすい。これ意外とこれやっちゃってない人いるかもしれない。俺みたいなね。俺みたいなどんくさいやつは、やると思う。気をつけてください。じゃあまあ、こういうミスも踏まえて。じゃあこれ中指か？いや、でも薬指か。いや、中指か。まあ、好きなとこでいいか。じゃあちょっとこれでね、一回、なんかプレイしていきたいと思います。はい。じゃあね、定番ですけど、ちょっとフォートナイト。やっぱりね、こういうボタンを使えることによって、フォートナイトがどうなるのかっていう気になる方も多いと思うので、ちょっとフォートナイトやっていきます。まあ、そんなにね、やるあれはないですけど、普段ちょっとね、最近キーボードとマウスやってるのであれなんですけど、でちなみに今こういう設定になってます。こっちが×こっちが丸ですね。まあ今日は主にね、こっち側の×ジャンプですね。ジャンプボタン、これを押すことによって、あ、間違えました。ちょっと待って、これで変えられるんですね。設定を押してからこう順番に押すと、キーバインドっていうか、まあ押すスイッチを選べると。見えねえな。これ今何になってる？丸。バツかな？ OK。はい。これで保存します。はい。ちょっとやってみました。で、通常、やっぱりここがね、バツボタン、バツですよね。バツボタン、バツ。ね。で、今これ設定できたんで、ここを押すことによってバツができます。ここですね。こっちに今僕は設定してるんで、これを押すことでジャンプができます。はい。ちょっとこう、ちょっとこの辺の位置やるの難しいですね。でもやっぱり一番はジャンプしながら、ここですよね。こっちのボタン。ジャンプしながらこうやってエイムができる。これがね、やっぱり強みになるはずなんですよ。こういうゲームはね。はい。ちょっと待ってね。で、最近ね、キーボードマウスでやってましたけど、これだったらパッドでもありですね。全然ね、ここでジャンプできるから。で、なんでここがいいかっていうと、もうね、やってる人はわかると思うんですけど、要するに、こっちでエイムをするのに、対してここでジャンプをすると。そうすると、指が一回離れるので、
ジャンプして狙いを定めるときにどうしても遅れが出るんですね。だからまあ皆さんこういうとこにティーバインドで、まあ、ちょっとこうここをジャンプにしてみたりとかね、こっちを縦落ちにしてジャンプしてみたりとかそういうことやってたんですけど、それがもう必要ないです。通常持ちでジャンプができますね。これは非常に助かるんじゃないでしょうか。正直言っていいですか。正直マスクかぶってるから何がなんだか分かんない今曇って。一つこれはすごくいいと思います。ただまあ言わずもがな、マスクしてゲームするものではないです。アンチどっち、こっちこっちですね。こう合ってる、これここでジャンプしかしない縛りでちょっとやってみましょうか。ちょっと待って、これどうやってんだっけ。操作の仕方忘れちゃったよ。これか。そもそもパッドの操作を忘れるっていうね、重大なミスが起きてますね今ね。はい、だまあこれがあることによっておそらくなんですけど、まあそのショットガンとかのね戦闘が強くなると思うんですよね。ちょっと待って、こうしようか。はい、じゃショットガンをちょっと手に入れていきましょうかね。あれ、これ階段だっけ。そうだっけ、これ階段でしたっけ。パッドの時ね全然できない。パッド、ちょっと待って、1キルは取りたいですね致命的ですね、もうね。こんなに。そもそも操作ができないっていうね。すいません、重大な。この動画大丈夫？大丈夫この動画。さっきも付け方間違えたけど、大丈夫この動画。とりあえずね、ショットガンを取りに行きたいですね。とりあえず、まあその、ジャンプ打ち、ちょっと一回やって、今日はね、この動画締めましょうかね。出ないですね、ショットガンがね。ショットガンでないと全然意味ないんですけど。あとね、もう一つ言いますよ。もう体力の限界来てますね。完全に顔中汗だらけで今。非常に熱いですね。これ今全然関係ない話すると、今これこっちか。PS4 のジャージ着てるんですよ、PS4 の。ね。PS4 のジャージ。これ、今、このゲーム始める前に、中全部脱ぎましたからね。今裸でやってます、下。暑くて、顔が。それぐらいこのマスク暑いんですよ。だからね、逆にこのマスクは、正直、真冬、寒いところに住んでる人におすすめしたいかもしれないですね。あったかいです、これ。はい。これあればヒートデックいらないです。ちなみに、僕はヒートデック持ってません。ヒートデックを普段着ない人が、そんなね、クソ熱いマスクをして家の中でね、今、夜中の1時半ですよ。1時半。ね、自殺行為ですよね。そこだけ分かっていただきたい。ショットガン出ないですね。ショットガン出るまで終われませんみたいな感じになってますね、完全にね。出ないわー、ショットガン。ショットガン出ないわー。ちょっとね、見えない、もう。どこにいるんだ、俺。こっち？アンチがわかんないですね、そもそもね。こっちかな？こっちですね。はい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 。これジャンプしていく。はい。いいですね。できんじゃない、これ。外側は？これ何？どんどん見えなくなってきてる。どんどん状況が悪くなってきてますね。これは？だこっち、こっち今丸だから編集ができますよね。だこうして、こうして、こうですよね。こういうこともできちゃう。はい。はい。はい、ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。いいっすね。はい、ジャンプ。これね、パッドでやる人はね、ほんと、あっていいと思いますよ。マジで。すごい楽ですよ。
ジャンプが。敵がいいですね。あ、いますね。ちょっと敵の方に行きたいですね。はい。どこにいるの？全然見えないよ。当たってますね。ちょっと俺にジャンプ打ちさせてほしいな。あ、いますね。多分いるでしょ、あそこ。全然見えない、もう。もう敵の位置がわかんない。感覚でしかわかんない。どこ？どこ？どこ？どこ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 ？これでもジャンプしやすい、ほら！ジャンプしやすい！めっちゃジャンプしやすい！見えない、敵が。敵が見えない。曇ってて見えない、全く。はい、プレイはね、グダグダでしたけど、このね、背面ボタン、非常にいいと思います。あのね、まあ今ね、多分ね、転売とかで高くなっちゃってると思うんだけど、僕ね、なんだかんだ、3日4日前ぐらいに、ヨドバシで予約再入荷してて買えました。でね、あの、狙ってる人はね、多分ね、数量限定とは言ってるけど、まあまた作るでしょう。商売だし。ね。ということで、まあ定価3000円ちょっとですから、ぜひ定価で買いましょう。あのね、6000円とかね、1万円とかでね、転売してる人もいますけど、まあ3000円ですから。定価で買おう。はい。ということでね、皆さん、おすすめです。これは買いですね。はい。パッドでね、楽しみたい方は、ここにね、ジャンプとか、伏せとかね。あとまあ、それ以外のゲームでも、いろいろね、ここに割り振ることによって、たくさん遊びが広がると思います。それでは皆さん、グダグダでしたけど、申し訳ない。これがね、まあ、やや実写動画2本目ですからね。まあ、そこだけはご了承ください。それでは、また次回、別の動画でお会いしましょう。またね。もうこれいいね。さあ。じゃあ俺はちょっと、よいしょ。これをやらなきゃいけないかな。よし。うわ、楽しみ。うお。いいね。もうパッケージがかっこいいよね。パッケージかっこいい。悟空。大変だ！大変だ大変だ！大変だ！大変だ！画面の前の皆さん、どうも、ゆうきです。はじめましての方、よろしくお願いします。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきです。よろしくお願い。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきです。やや実写動画、第2弾でございます。よろしくお願いいたします。味を占めたのかと思われると、思いますが、そうではございません。幅が広がったと思っていただければありがたいです。はい。ですね、前回、プレゼントの方のね、誕生日プレゼントのお礼動画として、この、やや実写動画をやったんですが、今回、ちょっともうね、もうすでに曇って、